はい、回りました。なさあ皆さんどうも、亀梨和也チャンネル、亀チャンネルです。今日はですね、ちょっと初めての試みとして皆さんから普段いただいているコメントとかをちょっと読ませていただきたいなと思っております。今回その YouTube に書き込んでもらっているコメントとか X に書き込んでいただいているコメントとかをですね、読んでいきたいと思います。もうダラダラちょっと喋る感じになると思うんですけど、お、さすがありました。ダランダラン。カメちゃんと後輩の子の絡みとかを見てると、一般社会の会社にもカメちゃんみたいな上司がいてほしいって切実に思う。本当ですか？そんないいもんじゃないでしょ。メンバーといる時と違う顔が見れて幸せでした。かっこよすぎ。ありがとうございます。もうさ、こういうのちょっと何年か前に覚えたわけよ。この何年間それしかネタないです。なんかありますか？昔こういうのとかあったんだよ。あとなんだろうね、若い頃って嘆きスウィンク。最近なんかいろいろあるじゃん、こういうとかね。ファンになりそう。ぜひお待ちしてます。急上昇から来ました。お、ありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いします。亀梨君久しぶりに見たけどめちゃくちゃかっこよくなってる。かっこ元からもちろんかっこよかったけれども、ありがとうございます。さらっと自分の車を登場させるとこととか、すごくいい車なのに淡々と嫌味なく紹介するとことかめちゃくちゃいいです。お、そうなんですね。変に気張らずに目黒くんとも終始いろんな話をしてて、お二人に限らず先輩後輩がいろいろなところでつながっているファミリー感がすごく好きです。大変なことあると思うけれど、これからも頑張ってください。ありがとうございます。そう、車もね、最初ちょっと紹介が一瞬でパンというのもちょっとね、時間がなかったのよ。もう目黒も到着したしちゃうって話だったんで、早く迎えに行かなきゃな、また線路悪いしな。もうあの車もだって結構10年以上前だからね。1台目実は違う車も乗っていて、それがキャデラックのエスカレートという車なんです。こちら、はい、これを僕がのぶたをプロデュースを撮影している時に、今野清志郎さんとロケしている現場で、ちょっと下町の本屋さんだったんですけど、そこの近くの駐車場に納車してもらったんですよ。早く乗りたくて、当初の予定よりも 3,4 倍の値段だったんだけど、自分が1台目買う、ちょっと頑張ろうと。でそれをやっぱ何年か乗っていて、それ未だに持ってるんだけど、そうだから長いんだよね車で。実はその車も2台とも手放すか悩んだんだけど、巡り巡ってこういう YouTube とかもあったし、彼らの長くいてくれた意味というものがもしかしたらこういうところにあるのかもと思ってた。夜にサングラスかけて運転が許されるの亀梨君だけやな。あれ結構さ、映ると濃く映ってるんだけど、結構薄めでレンズ入れてるんですよ。レンズ僕アイバーンさんのあれサングラスなんだけど、すごく好きで、夜とか結構こうお店とかに入ってもちょっと違和感ないぐらいの薄さで、薄すぎると日中意味ないなって感じはあったんだけど、わりかしね、YouTube に映ってるよりは薄めで、運転はくれぐれも気をつけてます。気をつけてください皆さん。亀とデートできる女性羨ましい。こんなん助手席乗ったら横顔かっこよすぎて失神しそう。こういうことですか？こういうことね。左ハンドルだからこうだね。こういうことです。どうですか亀とデート。亀梨君綺麗な目してるんだからサングラスなしがいいな。せめて丸眼鏡でお願いします。目が見たい。どうぞご自由に。まず目黒との飲酒企画考えてくれてありがとう。亀梨君に敬礼。めちゃくちゃファンってわけじゃないのに最後まで見てしまった。続き楽しみです。めちゃくちゃファンになってください。ぜひお待ちしています。ちょいちょいなんかエッグポーズみたいになっちゃってる。まあでもね、そういう方でも楽しんでもらえるものにもしたいんで。亀梨君の YouTube 見ながら掃除してるんやけど、この人中身バリかっこいいな。ダメなとこもたくさんあると思います。これやばいよね、このポーズ。亀梨君と目黒君の2人が料理したりお酒を飲んだりするのが見られるなんて夢みたいです。
地上波でできないような企画がこんなにあっさりとできてしまうなんて YouTube ってすごいなと思いました。続編が楽しみです。はい、まあ、あっさりできたんだけど、でも、まあ、これも本当なんか人と人との関係値っていうか、この YouTube っていうのはまさしく自分が運営させてもらってて、直でやり取りがさせてもらう、だそういうちょっとあっさりっていうよりこう、まあ、ラフに関係値があるからこそいろいろ成立するものでもあったりするので、本当に感謝ですね。その辺は結構やっぱ始まってまた周りのリアクションとかもみんな呼んでよというお声をたくさんいただいて、いろんな人とちゃんとこうつながれる場所という思いもあってこの YouTube 始めたので、意味のあるものになってきてくれてるなと思ってます。テレビでは見られないちょっとオラついてるカメちゃんが見れて嬉しい。やっぱそうなんだよね、テレビって一個ちゃんとカメなしするじゃん。はい、どうも。いろんな目を考えてとかもさ、テレビの時の自分っていうのはなんとなくもう長年やってるから想像しながら考えながらもちろんやってはいるんだけど、この YouTube に関しては本当素でいようっていう感じだから、あまりこうやって撮影してる時ってあんまりそっち見られてる感覚っていうのをなるべくなくそうと思って意識してるんですね。だからダメなところもきっと出てると思うし、自分で見て編集チェックとかしてて、あ、俺こういう感じなんだみたいな、なんだよこいつと思ったりすることもあるしあ、これ良くないなとか、 YouTube を始めて僕自身なんか人として成長できるもしかしたらものになっていくのかもしれないなってちょっと感じております。なのでちょっととか何これと思うこともあるかもしれませんが、コメントいただけたら僕自身もちょっと反省するとかちゃんと反省してやっていけたらいいなと、思ってます。はい、今の持ってますとか言った瞬間に嫌だな自分でって思うんですよ何その思ってますみたいな、こっちに今神経いっちゃいましたね。思ってます。次行きましょう。ご縁カウンター推しです。よかった、もうスタッフさんたちが。そう、編集は基本的にチームで、大きく2つのチームを今後混合してもらって今お世話になっているんですけれど、まあ、2つのチーム交互にっていうよりは2つのチームがまあ1つにこうなってこう進めさせてもらっているんですけれど、で最後こう編集上がりとかある程度編集してもらったものを自分もチェックさせてもらって、こここういうこうかなああかなああかなっていうやり取りをして出すっていう流れなので、皆さんいろいろな方たちのねお力もいただきながらやらせてもらってます。基本的にはこう、まあ、できる範囲自分でねやってはいるんですけれど、今日も料理ブロックちょっと取ったんだけど、ちゃんと自分で買い物行きました。仕事と仕事の合間に回ってないけど、そう、お前らね、俺もこれね気になった。お前が映れよで、お前がさ、お前の好きな食材とか見ながら、ごめんな、お前カメラ担当でいいの？お前らみたいなこういう後輩がさ、電源お前のものにしてって結構言ってんだなと思って、で目黒に関して言うと呼び名がなんか目黒だったから、いや目黒っていう、でもあの撮影終わってなんかちょっとさ、どう呼び名みたいな話をしたんですよ。で2人でいろいろ話して、レンにどうしよう、レン、お前呼びがこんなに不快じゃないの亀梨君だからか、いやいやちょっと不快に思ってる方もきっといらっしゃったと思うし、まあ、僕何せ僕自身がちょっと気になったので、テレビとかだと絶対お前とか言わないんだけど、ちょっと素がすごく出てて、彼らごめんななんか見てて思ったんですけど、僕ら全然何とも思ってないですよと言ってくれてるので、でもなんか見ててちょっと僕も感じたので、この辺りは、はい、なるべく気をつけていきたいなと思います。毎回何かしらのカウンターついてるの可愛い ご縁カウントおもろすぎてやっぱり亀梨和也なね、同じこと結構やっぱ話すよね、特にお酒飲んでる時って恥ずかしいな。あとやっぱちょっと真面目になりがち、これはあるんですよ。あと何か違うことやりながらだと、料理してたり買い物してたりとか、結構会話のテンポがやっぱ早いんですよね。トントン自分の頭の中で言っちゃうんだけど、普段俺こういう感じなんだって聞いたら、いや結構話がやっぱ早いです。でもちゃんとこういうコンテンツだから、オフっぽさとはいえね、皆さんがこう楽しんでもらえるものにしなきゃいけないので、ちょっと気をつけますね。はい、髪の毛かき上げもね、はい、長いのよ今、こんな長いんだよ。もう今日もさ、朝6時からセットしてるから、もううーって感じなんですよ。ただいま時刻は夜10時です。だから20時間、え、じゃあ16時間、
亀梨くんがマイペースすぎて目黒くんあわあわしてるの可愛い。ブラータとちょっと生ハム持ってくるわ。待って。はい。亀梨くんが生ハムを取りに行った。亀梨くんまだかな。亀梨くんまだかな。待って。目黒もがさ結構マイペースじゃん。話すの逆で、俺早め、目黒遅めみたいな何食べたいじゃなくて昨日何食べたか聞くのいいな、勉強になるわ。そうか、無意識だな。ドライブ動画見てたら車の中のいい匂いがテレビから通ってきたそうなんだよね。だから今ってこれスマホとかじゃなくてテレビとかでもね、俺もそうだけど見たりもするからさ、見れるシチュエーションがいろいろあるっていうのはいいよね。ギャップすごくて背景が合成みたいです。どういうこと？どういうことだ。ジップロックで目黒蓮にお米お裾分けする亀梨がいる世界線平和すぎ。ちゃんと分けてあげたんですよ、精米して。ちょうどこのだから収録の時のお米がなくなったって言ってたんで、亀梨和也は精米するのなんか好感度上がった。うちの母方の、まあ、父の方もちょっとやってるんだけど、もう農家さんでずっと栃木で、だからなんか当たり前だね、精米やったりとかもそうだし、田植えとか全部やってたもん。機械ももちろんあったりするんだけど、昔なんてそんなないからさ、全部こうやってここにつけて夏休みお手伝いしに行って。だって俺が小学校の時おばあちゃんちまで五右衛門風呂だったよ。だから火でってやってたのよ。でキッチンも低学年ぐらいまではほんと薪でのキッチンだったの、こういう昔ながらの。今みんなさん分かんないでしょ、考えられない方もね多いと思うんだけど、五右衛門風呂って言って、そう父とかがお風呂に入るときとか、和也ちょっと外行ってって言われて外行って薪をこうくべてもっととか言って言うのがなんかね楽しかった、うん。亀梨くんの YouTube のカメラ様へ点灯してくれてありがとうございます。あ、車の中ね近畿しか多分どうなったの。あ、運転してて大丈夫ですか。俺やってみますよ。なんかどっかしてる、自動なんだよこれ。あ、そうですか。いつもかっこいい亀梨くんだけど、お花見てわ、かわいいとか、野菜のことお野菜っていうかわいい部分もたくさん見えてるし。そうなんだよね、言っちゃうんだよね。なんでなんだろう。山芋長芋どっちがいい、こんなトークが聞けると思っていなかった。勝手だけど距離が縮まった感じそう、僕はその後ちょっと調べたんですよ。やっぱ違うんですよね、なんか違うんです。違うのは知ってるんですこの間と同じぐらいの浅さ芸能人なんだし売れてるアイドルなんだから贅沢できるでしょうと思うけど、ファンのおかげで贅沢してます。それはそうなんだけど、改めて言葉にされると嬉しいですね。これはそうだよ。なんかいつもごちそうとかさ、美味しいレストランとか、だから未だに後輩とかご飯とか連れて行ったりとかして振る舞うじゃない。で結構いい値段するわけですよ、もの何人も連れて行ったりとかさ、そこそこいいご飯屋さん連れて行くと。だからこれはなんか亀梨君ごちそうさまでーすとか言うけど、まあ俺もそうだけど、僕のファンの方にみんなごちそう、俺言ったやつってみんなで言ってますよごちそうさまでした、亀梨君のファンの方もありがとうございましたって、これはもうなんかねいつも言って、うん、そうそう、それはだって俺自身もやっぱそこだしね、感謝しております、ありがとうございます。だからなんかちょっと頑張れるっていうのも、うん、あるかな。これが無料とか申し訳なさすぎる。いやいや、皆さんぜひぜひ楽しんでください、お願いします。だからこれを通じてなんかきっかけにとかもそうですけど、まあ、僕らは違うね、これまでやってきた流れというのもありますから、そういうものにもねなんか興味を持ってもらえたら嬉しいなとも思うし、まあライブであったりも含めて、うん、ファンが買ったりしたお金でこんな風に使うって思うと幸せ。はい。でまさにこの YouTube もそうなんだけど、皆さんが普段応援してくれてるからこそ、僕は YouTube の亀梨チャンネルに注げるお金があるとそうなの、そうなの。基本自分でね、やらせてもらってるので、亀梨和也としての稼ぎがないと成立しないんですよ、この YouTube チャンネルは。まず、はい、そういう循環ですね。僕が歌ったり踊ったりお芝居させてもらったり、テレビ出させてもらったりで、いただいてるお金、皆さんからね、コンサートとかでこういただいてるお金を、僕はこの YouTube チャンネルで制作費にこう使わせてもらって、みんなにこう楽しんでもらってるっていうのが今の現状なので、まあよりこのチャンネルが育っていってくれたらね、もっともっとこのチャンネルとしてのなんかいろんなこともできてくるかもしれませんし、この辺は一緒に育ませてもらえたら幸せです。よろしくお願いします。亀梨くんの腰つべ見て
目黒くんたくさん話してるのなんか感動してる。そう、俺ぶっちゃけ言うと腰つべの意味も分かってなかったのよ。 YouTube とかもそこまでがっつりのタイプじゃなかったから、ひらがな読みでってことなんだね。腰つべ、そういうことでしょ。知らなかった。何、腰つべってどういう意味ってずっと思ってたんだ。初心者すぎて本当に申し訳ないんですけど。で言うと最近空き時間とか移動時間にお勉強のために YouTube めちゃくちゃ見るようになったんですよ。それこそヒカキンさんのチャンネルとかも見るし、20億円の豪邸行ってみたと思って。すごいよね、夢あるよね。俺25年アイドルやってんだけどな。今後の動画に中国語字幕のオプションが追加されることを願っています。はい、今後海外の字幕もちょっとトライしていけたらいいなと思ってますので、世界の皆様ぜひ楽しんでください。というのも結構アジア圏とか昔バリとか旅行行った時とかも主人みたいな、結構アジア圏でドラマとか放送してもらったりとかしてて、韓国のそのアイドルやってる友達とかもいやもう極戦見てましたみたいな。本当に嬉しいなと思って。結構自分らの世代ってのアジアとか特に結構知ってもらえていたりとかね、みんなまた見てこうつながってもらって楽しんでもらえたら嬉しいなと思ってるので、その辺はちょっとスタッフさんと協力してやっていけたらいいなと思っております。 YouTube チャンネル開設するなんてファンにとったらたまらんやろね。海外コメの多さにびっくりしている。海外のファン多いってすごい。そう、ありがとうございますね。嬉しいよ。フランスとかでプライベートで行った時に街歩いてたら母とメイクことトントンって入ってね、と言ったらフランス人の方で、カメさんですよねみたいな、みたいな、大好きで日本語覚えましたって言って、うわ嬉しいねっていう、ありがたいですよね本当に。縦に25年やっていない。私服のブランドやコーデを紹介してもらえたらかなり需要あると思います。おうおう、そう、それもなんか結構後輩とか友達にも言われて、見たい私服って。だから途中からちょっとでもざっとしか紹介してないんだけど、これも普段家で着てるやつを今日は着て、結構スウェットとか多いな家の中とか。あと仲良しのお友達のブランドさんだったりとかの洋服も着させてもらうし、ちょっとちょいちょいちゃんとそういうものもやっていきたいなと思います。スキンケアとかね、マキやってるから最近ね頑張ってるんですよ結構。で俺さ、まあ、今日はちょっと仕事終わりだから若干メイクしてるけど、なんかアートメイクとか言われるけど何もしないのよ。まあ、今日若干ちょっとアイラインみたいなのなんか聞いてもらってた、雑誌の取材とかだったから。アイドルモードのお仕事だったので。でも基本的にドラマとかとかも聞かないし、なんかやってないし、眉毛もほとんど描かなかったりする。ファンデーションもほとんど今ついてない状態で、なんかねいつもおでこてかのこれ形なんだろうな、油取っても取れないんだ。だからツヤだよって褒めてもらったりするんだけど、自分なんかすごいいつもてかーんみたいな、でこっぱちです。モーニングルーティンやナイトルーティンみたいです、ぜひお願いしますね。これもちょっといずれっぽいことやっていけたらいいですよね。そんな大それたルーティンないんだけど、まあでもぜひぜひ禁断のナイトルーティンを。亀梨くんが亀梨チャンネルでゴルフ企画をやって、亀梨くんはめちゃくちゃ楽しそうに嬉しそうだけど、亀タン勢はゴルフわからないからニコニコ見守るという未来が想像できたので、ゴルフ企画ください。そうなんだよ、この辺はちょっとね冒頭でもいろいろお話ししたんですけど、このチャンネルを通じて自分のやりたいこと、それでつながれる関係っていうのもあると思うので、確実にゴルフ企画はやりますじゃないとプライベートでなかなか行けないのよ今。誰か一緒にゴルフをしてくださるという方お待ちしております。待っております。亀梨チャンネルまでぜひぜひ。お弁当企画いいね、お弁当を考える企画もいいね。もうこれは完璧に俺がちゃんと考えて、亀梨プレゼンツ、いいねいいね。亀ちゃんのワインの紹介とかやってほしい。あ、来ました、これね。エノテカさんお世話になったじゃないですか。ということで到着、エノテカさんです。したら木林さんが YouTube こう見てくださったみたいで、ちょっとここにプロフィールみたいにちょっと出してほしい。すごい方なんですよ。相当数々の作品、まあ、漫画ももちろんそうだし、テレビドラマであったりとか、の原案みたいな、木村君のヒーローとかもそうじゃないかな確か。
金田一もそうだし、亀の雫でお世話になった時に本当にいろんなことを学ばせていただいて、いまだに連絡ねいただいたりとかしてて、ワイン会とかワインのなんかみんな集まって楽しむよっていう時とかに雫って声かけてくれてくださったりとかしてて、完璧ではないけどテーブルマナーであったりとか、まあ、ワインのこの所作であったりとか、そういうものをやっぱそのドラマを通じて学べていたのはすごく大人になって身になってますね。お、来年行くよ出てくれるんですかって、おい全然いいよって連絡来ました。だから木林さんのワイン講座とかやってほしいよね。あのぜひちょっと年を明けてね、いいタイミングでお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。おすすめに流れてきたので見たのですが、亀梨くんの落ち着いた話し方、声がとても好きでチャンネル登録しました。ありがとうございます。料理してるとこもっと見てみたいです。はい、やりましたんで、これと一緒の日に撮ったんですけど、アップしますので楽しみにしててください。そう、声結構ね褒めていただくの、これはもう本当親に感謝だよね。でも結構早口じゃん。普段やっぱせかせかしてんだけど、ね、今特に案件いろいろ抱えてるから、いつも頭がぐるぐるしてんだよ。これも良くないんだよね。だそういう時って正直人にあまり会えないんですよね。僕分かってるから、自分のこのなんか頭のスピードになっちゃってるとか、ゆとりがあまり持ててない時の自分の小ささとかも分かるか ら、 だから正直今ねプライベートでなかなかこう人に会えてないんですけど、意図的にもそうだし、仕事の時やっぱちょっと早いんだよね。相関図やってほしい。ほうほうほう。あと亀ちゃんが初出しエピソードを語ってくれているのに、スタッフさんの愛の手がないのが少し寂しいですね。ゲストなしでトーク企画の時はスタッフさんと掛け合いみたくすると、それに近い亀ちゃんが見られてファン的に嬉しいかも。いろいろあるんだよね。こう語りかけてほしいっていうこともあったりするし、だから愛の手ないんだけど、なんとかだよねって俺がこうやってさ今みたいに話してるじゃん。それもなんか YouTube とか見てて、あいいなと思っていて、こっちで話してるとずっとこっちの展開にもなってくるから、ゲスト回とあまり変わりがない気もする。まあ時にいいけど、でその辺はちょっとものによってコンテンツによっていろいろ探っていけたらいいなと思っていて、あと知り合いから言われたら、そうこう喋ってほしいって、もうこうやって喋ってただここでお酒飲んだりとかご飯とか食べたり、家帰ってきてあーってこうやってつけて、ただこうやって俺がテレビこうやって、いや今日こんなことあってさみたいな、何とかだったんだよねみたいな、ただちょっと風呂入ってきます。わかりました、ウーバー頼みます、食べましたみたいな。どうなんですかそれで、それで平気なのみたいな俺としては、そんな亀梨見て楽しいかな、わかんないけど、ちょっとご意見ください。その辺も全然俺としてはやる分にはいいんだけど、亀梨和也チャンネルがいいのか亀チャンネルがいいのか亀チューブがいいのかわからないままだけど、ファンの方の反応を知るには亀梨くんの YouTube が一番手っ取り早い気がしてきた。そうなんだよね、亀梨和也チャンネルなんで、だ亀チャンネル、でも亀チャンネル見たにはなってないの、亀梨くんのチャンネル見たになってるよねきっとね。そうなんだよね、やっぱ亀梨って亀梨なんだよ。まあでも亀チャンネル相性としても亀梨和也チャンネル亀チャンネルかなと思います。配信スケジュール決めてがっつり編集される動画多いけど、カツカツに編集するんじゃなくて割と垂れ流してくれるの天才すぎる、ずっとこのままでいてくれ亀チューブ。はい、まあ、物によってテンポパンパンパンっていくものももちろんね作ってはいきたいなと思ってるんですけど、あえてでも基本的にだらーっと見てもらえるものとか、これもきっと多分すでに1時間弱回してる、結構ね取れちゃうのよ。で俺もやっぱ最初手探りなんで、もうなんだろうな、足し算足し算もっとこうかなあかなもっとこうかな、だから結構多分ねそんなやんなくていいよっていうぐらいのものになってんだよね1回のロケとかで。だから目黒のやつも5本になったでしょ結局。ちょっと長い多いよね普通に考えたら。せっかく来てくれてねいっぱい撮ってくれたんで、やっぱちゃんと使いたいなっていうのもあったり、ついついね亀梨長くなりがち引き算を覚えないといけない、引き算心配性なのかな。亀梨くんイメージと違って物腰柔らかくてお茶目で可愛い、編集も好き。もう編集の、もう編集に操られてるのかもしれませんよ僕はめちゃくちゃはいみたいな全部カットではいってやってるとこだけ使ってもらってるのかもしれませんけれど亀梨和也チャンネル動画頻度すごくない、インライト合わせたら供給力すごくない、やばくない、やばいですか。で僕インサイドミーっていう12月29日ちょっと実験室
開催するんですね、ビルボード東京さんで。なんか商品いろいろ作ったり、アパレルとかなんかおすすめのものとか、まあ、カトラリーとかも作っていきたいし、それこそキャンドルだったりとかな、生活用品自分がちゃんとこう選んで作ってとか、でこういうセットとかも最初に作ります。作戦練ってます。公演をやらなくてもちゃんとショップとして成立する商品を扱っていくものにしていきたいので、このインサイドには匂い系のものはちょっとこだわって作っていきたいなと思うので、楽しみにしててください。そういうのもあったりとかして、今結構ねお芝居もやってるので、セリフを超えて移動中はバーッとそっちの方だ、リモート打ち合わせとか日々いろんな会議打ち合わせをしてますね。まあでもとにかく今後40に向かっていく流れの中で、自分の新たなやり方、生き方、ステージっていうところで、直感的に今だなっていうのはすごく感じているので、この辺はちゃんと目を背けずに向き合うことで、皆さんに対してもいいものをいい形でつながれるんじゃないかなと、思っているわけですよ。ついつい真面目な話になりがちなんで、次行きます。亀梨君、昔もっといかつめのイメージだったから、こんな優しくてかっこよくも可愛らしい人だったなんて驚いたわ。あとそんなにいい匂いなんだ。香水ですよ。メンズつけてないですよ僕。自分が疲れた時にだと男の匂い嗅ぎたくないもん。好きな匂い、女性的なちょっと好きな匂いがあったらが頑張ろうと思えるんですよね。そう、亀梨和也になりたくて真似して昔フワゾンつけてたけど、今は何の香水使ってるんだろう、教えてほしいな。これはまだ言えないですよ。そう、ディオールの香水を使ってて、もう一時ほんとジュニアみんなその匂いになってるみたいな。でアスリート界もそれが広がってってて、取材とか行って、まあ、取材中だからちょびっとしかつけなかったんだけど、亀梨君これ何の匂い、めちゃくちゃいい匂いだね。野球界もみんな亀梨の匂いがするっていう時期があって、これはまずいぞっていうだそう考えると結構僕アスリートの友達とかもさ、なんか嬉しいよね。ずっと年上ばっかりでしたけど、最近は年下のだ、それこそジャイアンツ坂本君とか、この間ヤクルトの村上君とサウナ行ったんですよ。確認見てますよ。まあでもね、そういった方たちもね、こう楽しんで見てくれて、まあでも本当そういうご縁で言うと、ご縁がなかったらもう全くアスリートの方たちとお知り合いになったりとかする、本当プライベートにまで影響するような人間関係の構築っていうのはなかったと思うので、本当感謝ですね。ご縁でさん、こういう僕をコンテンツに呼んでくれて、スポーツという畑に連れて行ってくれたことは本当に感謝します。ご縁見てる世代です。亀梨君のホームランチャレンジ YouTube でも見たいからお願いします。大変なのよ、大変よ、 YouTube でやるってなったら本当に。亀梨さん YouTube 見てるけど、食材といいお酒といい豪華すぎて芸能人見せつけられてる。両極端にあるんですよ、高いもの、高いものか、高いもの安いものみたいな行く場所も。別に俺どっちも好きで、どっちがいいとかっていうわけでもないし、いいものやっぱいいし、それ物でも何でもね、でリーズナブルにいいものもちろんあるし、いいものをちゃんと身につけるようになりたいと思っても頑張っているしとか、そこはなんか別に包み隠さず、こんなものいいよ使ってるよなんていうこととかも、でも本当もんだ、その話で言うと子供の頃僕本当グローブもさ野球やってたので、全然やっぱなかなかすぐ買えないわけじゃん。けど今さ、あれうちの廊下とか、まあ、選手が使ってたものとかいただいたりとかさ、メーカーの方がね、なんかこう使ってみてくださいなんてくださったりする時もあるわけですよ。そう考えるとなんかもうこんなグローブ一人にいらないわけじゃん、何個も。じゃああの頃の俺にあげたいなとかさ。でも地元の野球の子とか、本当実際もう全然使ってないグローブとかはあげたりとかしてます。実際にあのやっぱ使ってね、あの本来あるべき姿でただ置いとくだけでももったいないんで、だからお洋服とかも結構そういうことしたいんですよね。なんか宝の持ち腐れじゃないけれど、やっぱ良くないなと思って。亀梨君いろいろ詳しくて大人って感じ。はい、37歳。受けてないのよこれ、何回もやるけど受けてないのよ。男から見てもかっこよくて草、草ってさなんだっけ、わらわらだ。草面白いってこと、かっこいいくて。ありがとうございます。女性にもちろんさ、異性の方にさそういう風に
言ってもらえるのも嬉しいけど、やっぱ同性の方に言ってもらえるのもすごい嬉しいよね。なんかそれこそさ、あの松田翔太くん、翔太とこう喋ってて同世代なんだけど、ある時にさ、彼が亀梨くんいいよって言ってくれて、何がとか言って、いやちゃんともう俺らこの年齢だけど亀梨くんちゃんとカッコつけてるし、ちゃんとカッコいいからって言ってくれて、すごい嬉しかったんですよね。カッコがつけれる、成立させるってやっぱ簡単なことじゃないじゃないですか。だから俺自分の先輩とか見せてもやっぱすごいなと思うんだけど、だからそこはなんか今こういう仕事だからっていうことももちろんあるんだけど、ちゃんと向き合っていかなきゃいけないなって最近すごく思いますね。あ、亀梨くんいいじゃん、かっこいいじゃんって思ってもらえるような、中身ももちろんそうなんだけど、こっちの見たくれの部分でもちゃんとやっていけたらいいなと思ってます。じゃあそろそろちょっと最後のコメントにしましょうかね。長年亀梨くんは SNS や YouTube はやらなくていいと思っていたオタクなんだけど、はい、ファン以外からはあまりにも実態とかけ離れてイメージを持たれていたことを改めて知り、今はインスタグラムも YouTube も始めてくれてよかったなって気持ちです。あ、よかった、ありがとうございます。正直すごいもともと興味があるタイプなんですよ、新しいもので。だからインスタグラムも何年も何年も前からやりたいと思ってたし、ただ環境的にやっぱなかなかできる状況じゃなかったんですね、そのレールとかも含めて。であったらね、ラジオであったり雑誌の連載であったりとか、まあ、テレビの仕事であったりとか、今これまで育ててきてくれた場所、今もこうなおいただいているお仕事をよりちょっと濃度を上げて、でみんなとつながってお仕事の相手の方たちにもちゃんと返していきたいっていう思いがすごくあったんですよ。で今はもちろんそれも今も現在もあるけれど、こういったインスタグラムだったり YouTube をやることで、さらにそういうつながりの方たちに対しても返せるものができるのではないかって自分の中でちゃんと考えもまとまって、それをちゃんと会社の方にも提示させてもらって、まあこれはまさしくタイミングと時代の流れと、なんかいい、まあ、こんな俺もいるよっていうことが、わりかし亀梨和也というパブリックイメージが結構強めに持たれがちなタイプの人間だったので、それが嫌じゃないし、そうも見てもらいたくてやってた部分もあったりするんですけど、まあそれはそれの楽しみ方として、それはそれの表現として僕自身もこれからも育んでいきたいし、一方こういう面もあの僕なので、まあ特にこのチャンネルを一緒に育てて聞かせてもらえたらいいなと思っているので、さらなる僕の成長期にもなるなと、自分のダメなところが見つかっている、まあ人間亀梨を一緒に育てていただけたら嬉しいなと思っております。はい、ということで、今日はですね、初めてコメントを皆さんに返すという、ものをやらせてもらいました。引き続きちょっとこういったコメントのね、みんなからのアイデアなんかもあの形にしていきたいなと思っておりますので、引き続き、楽しんでもらえたら嬉しいなと思います。それでは今日はこっちに入ります。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。じゃあね、バイバイ。